Hey, it's me, Harbin. みんな元気？今回はどこにやってきたでしょう？そう、これと言いましたね。正解はこちら。大分県マリンパレス水族館、ウミタマゴ。イエーイ！今回は大分県へ親戚に会いに来ました。そのついでにウミタマゴへやってきました。それでは中へ入っていきましょう。レッツゴー。中に入るとこのように大きなクジラさんがいます。それではどんどん順路へ進んでいきましょう。レッツゴー。あ、順路こっちなのね。あった。レッツゴー。さあ中へ入っていきました。入ったら繁殖ショーが展示されていました。こちらに貼られている魚の繁殖に成功したそうですね。すごいですね。珍しいお魚の繁殖に結構成功してるそうですよ。さあこのように縦長の水槽があったりしますね。さあハルピーもね集中して見ております。そして次のエリアに入りますと川の上流の生き物たちがこちらに展示されていますね。はい、いろいろね川の生物ですので淡水魚ですかね。はい、かわいい魚さんたちがいっぱいいますね。ダディはこういうのを見てお腹すいたと言っておりました。ハルピーもねそれが映ったのかどうか分かりませんが、こういうお魚を見てるとですねお寿司お寿司というようになってきましたね。はい、ダディとかハルピンだけではなくママも言ってますね。はい、なんというかねハルピン一家はそういう家なんですね。今日の夜は寿司にしようと思います。はい、なんというかね上流の生き物たちは結構地味ですね。さあ続いてのエリアは、海のエリアですかね。サメさんなんかもいます。急に海のエリアになるとねびっくりしますね。そして続いてのエリアはこのように、シルエットクイズがあります。画面の前のみんなも答えてみてね。まずこの形は何でしょう。ウニさん。トゲトゲでね触ると痛いですね。さあ続いてはこれは何でしょう。はい、これはね食べると美味しいですね。はい、正解はコモンフグ。大分県に行った時にねフグさんいっぱい食べましたね。さあ続いてこれは何でしょう。はい、今年の干支にちなんでますね。はい、これは正解はですねシーホースということでね、タツノオトシゴさんです。さあ続いてのこれは何でしょう。ニョロニョロニョロというふうにねヒントで書いてありますね。はい、正解は日本ウナギってどこにおんねんねえ、なんか水槽の中にね見当たらないのもいましたね。はい、続いてのこれは何。ノーヒントだそうですね。難しい。この形の魚なんでしょう。正解はおじさん。はい、おじさんの顔をしたねスズキの仲間のお魚さんですね。なんか沖縄にいるね魚とはちょっと違いますけどね。それでは普通の水槽に戻りまして、こちらはチンアナゴですね。はい、最近の水族館は大体いますね、チンアナゴ。ニョロッと出て可愛いですね。はい、こちらの黄色いお魚さんもいます。チンアナゴがねピョッと出てますね。可愛いですね。さあ続いてのエリアは何でしょうかね。うなぎさんとかね赤目さんとかこういうね暗いところにいるお魚さんの種類ですね。はい、なんていうかねアオハタさんもいますね。なんていうかね水族館、世界の水族館とかね日本の水族館ちょこちょこやってますけど、いまだにダディさんはね魚の種類は覚えてないですこのようにね結構解説とかやってますけどねさかなクンさんではないのでねやってないですね。もうねなんていうかねもう魚は一律魚ですよね。ね魚のね博士にでもなればね話は別なんですけどね。はい、カボスブリとかカボスヒラメとかね普通のヒラメとかね
あのブリとね何が違うのかダディにはよくわかりません。あ、この中に、あ、魚さんが紛れてますね。お、さあ続いての水槽には何がいるんでしょうか。外のエリアの前ですね。お、ウミガメさんがいますね。ウミガメさんをね室内に飼ってますね。そしてこのように卵なんかもあったりします。すごいですね。ウミガメの産卵もねやったりしてるみたいですね。そしてこちらは触れ合いエリア。さあさあハルピンも触れ合ってみましょう。触れ合えるかな。あ、フィッシュもねいますので、ちょっとフィッシュはね早いから触れ合うの難しいかもしれませんがね、他のこのね、スターフィッシュとかに触れ合いますかね。あ、ジージは触れジージに触らせて、え、ハルピンも、あ、でもハルピンもねこのように持つことができましたが出さないでくださいちょんちょんとね、やってくださいね、ハルピンね。さあナマコも触れますかね、ハルピンね。ちょっと怖いですかね。怖いって言ってますけど、ちょんちょんだって、ああ確かにね、ナマコはね、あの変な触覚し、変な食感しますよね。あの実際言いますとね、ダディはナマコ触れませんさあそれでは続いてのエリアへ行ってみましょう。続いてのエリアは外のエリアですね。外には、はい、イルカさんがいますね。はい、イルカさんはね、なんて言うんでしょうね、触れ合うっていうよりかはイルカショーのイルカさんがねこのように見ることができます。ではその奥の方にも行ってみましょう。レッツゴー。さあ続いてはこちら、はい、エイさんですね。エイさんも触れ合うことができるっていうか、ちょっとはみ出してんじゃん水槽からその奥はですね、他のお魚さんと触れ合うコーナーになりますね。はい、割とね、あの大分のこちらの水族館はね、触れ合いエリアがね結構大きめにありますね。あの水槽から出さなきゃね、基本ちょんちょんって触るぐらいでしたら、タッチすることはできます。さあハルピンがね、あのこちらのイルカさんエリアをね見に来ましたね。こんなに間近でねイルカさんを見ることができます。浅くない水槽浅くない。さあね、こちらのねエイさんのエリアにもハルピンやってきました、ただ水触ってるだけですねあのエイさんが近づいたら割と逃げるっていうね、はい、とりあえずダディがね触ってみますね。ハルピンの方にね、行ってくれるといろいろ取れ高になるんですけどね。まあでもハルピンの方にねエイさんが行かないですね。さあとりあえずねジージと触ってみたいですね。あ、ちょっと怖いみたいですね。あのお隣のお友達はね触れるんですけどね。はい、ただね水に触りたいだけみたいですね。さあ他にもですね、あの別府湾の方にいるねお魚さんなんかもいたりしますね。はい、このようにねたくさんお魚さんがいます。そしてね A タッチプールの次はですね、あ、赤い A さんがねいましたね。さあ A タッチプールの次はですね、はい、こちらさっき一瞬見えたカワウソさんと触れ合うエリアですね。はい、今回はねあのたくさんの方がねあのカワウソさんエリアいたのでハルピンはタッチはできませんでしたが、このようにカワウソさんに餌をあげることもできます。このエリアをね抜け、この下をね抜けると、はい、何やらでかい生物がいます。お、セイウチさん。このようにねセイウチさんがねあの直立で浮いてますね。はい、面白いですね。さあ続いてのエリアはうーっと鳴いてますね。はい、こちらもねセイライオンですね。アシカさんのエリアですね。こちらでアシカさんがずっと鳴いておりました。というふうに鳴いてましたね。そんな中ね、あのお隣のセイウチさんの方は直立不動で立っておりましたが、こちらのねアシカさんはね、なんかお互いになんて言うんでしょう、導き合うように鳴いておりました。さあそして続いてのエリアは、はい、熱帯魚エリアですね。はい、隠れ熊の実さんがね、クラウンフィッシュがねたくさんいらっしゃいますね。はい、なんかね
ハルピンのママがね、ガチャガチャをやってみたいですね。御朱印ガチャみたいなのがね、こちらの大分県のね、水族館にはあるみたいですね。海たまごさんにはあるみたいですね。はい、ママの背中を映しました。割とね、この熱帯魚エリアが広くてですね、熱帯魚エリアにはですね、お子様の遊ぶエリアなんかもあったりします。子供たちにとってはね、楽しいエリアですね。でも日曜日でもこれぐらいの人の数なので、もしね、大分県に旅行された際はぜひ行ってみてはいかがでしょうか。はい、こちらがね、お子様のエリアですね。室内遊戯場みたいになっててですね、靴を脱いでね、遊ぶようになっております。そしてこのようにね、アルマジロなんかもいてね、触れ合うことができました。水族館にアルマジロがいるのはちょっと不思議ですね。さあ、続いてのエリアは、はい、円柱の、水族館ですね。中からね、こうやって見ることができます。まるでね、水槽に入ったかのような、最近いろんな水族館であるエリアですね。はい、そしてこちらもね、エイさんとかがね、下から見たりとかすることのできるエリアでございます。ちょっとね、不思議とおしゃれエリアになってますね。ハルピンのダディさんね、あんまり人映さないように、ね、上ばっか映してますけど、よくわかりませんねはい、このようにね、海の中を体験できます。さあ、続いてのエリアは何でしょうか。はい、イチローという名前のついたね、魚さんがいたり、ハリセンボンさんもいますね。はい、ジロー、はい、ピエール、イチロー、ジローとして来てピエールって、ね、名前。はい、続いてはね、電気ウナギですね。電気ウナギさんとかね、はい、鉄ウツボさんなんかもね、いますね。ね、アルマジロ見に来ましたね。さあ、続いてのエリアは、ペリカンがいましたね。 What's this? って言うとね、ペリカンいましたね。はい、そして続いてはカニさんですね。大きいカニさんですね。もうハルピンより大きいんじゃないかと思っております。すごいですね。カニということでね、ということで今回は大分マリンパレス水族館海たまごにやってきました。皆さんもね、大分県に行った際にはぜひこちらの海たまごに行ってみてください。土曜日曜なのに割とですね、いろんなものが空いてね、見られますので、ぜひ見てみてはいかがでしょうか。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。